石橋道博君はい <laughs>、えー。立憲国民新緑風会社民共同会派石橋道博でございます、えー、今日はあ共同会派といたしまして、えー、伊藤貴委員八田岡国務委員三人で役割分担もしながら、えー、いろいろと重要課題について質問させていただきたいと思いますがあの冒頭一言申し上げたいと思います あの私たちはこの新型コロナ対策含めて、大変重要な緊急の課題が山積している中で、憲法53条に基づく臨時国会の開会要求を7月からずっとさせていただいております。1か月以上経ちますが、いまだに政府・与党はこの臨時国会の開会要求、憲法上の義務に応じておりません。重大な問題だということは、改めて指摘をさせていただかなければなりませんし、今日もこうして予算委員会平中審査、 行われておりますが、私たちはかねてから、安倍総理にぜひ出席をいただきたいと、対策本部長としても、国民の皆さんに説明責任があるということを申し上げてまいりました、残念ながら今日もご出席いただけておりませんし、麻生財務大臣にもすら出席をいただけておりません、予算委員会での予算も関係する審議に、財務大臣がいないというのは、どういうことですか、与党の皆さん。 この点についても重大な問題だと指摘をせざるを得ません総理が辞任会見をされました長年にわたりまして、えー、本当にあの自病も抱えながらの激務御奮闘には心から敬意を表したいと思いますただ今なお内閣総理大臣であられますし対策本部長であるわけです金曜日に発表された対策パッケージ国民にぜひ説明していただきたかったその責任を 最後まで果たせていただかなかったことは、甚ははだ遺憾だと言わざるをえません。そのことを申し上げて、えー、今日あの重大ないくつか質問事項があります、対策パッケージ含めて、えー、出席いただきました3名の参考人の皆さん、本当に貴重なご意見、ありがとうございました、えー。いくつかお聞きをしてまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。えー、っとそれでは、あの最初に、今日資料もざざっといくつかお配りをいたしております。最初に えー、お見参考人にお伺いいいしたいと思います資料、えーまあ、1が対策パッケージで、えー、主な事項、それから2のところで、えー、24日の分科会、28日の対策本部、こういったところで資料として配布されて、まあ、全体のこの間の新規,新規陽性者、それからまあ重症者等の動きについて、グラフ化されたものであります。まあ、我々一般的に今第2波が 7月末ごろピークに、幸い今、減少傾向にあるのではないか、先ほどもご発言がありました、まずあのこの減少傾向について、今後も今の先ほど言われた3密のを回避する、そういった行動様式が根付いてきたことも含めて、このままのトレンドで今後もおおむね減少傾向が続いていくという理解で、われわれは、 今後の政策を考えればいいのかどうか、そのことをまず簡潔にご説明いただけますでしょうか。大見参考人。お答えいたします。あの、先生もご存知のように、ウイルスは。あの、延期のレベルでは、あの、変異を毎日起こしているわけですよ。毎日のように。で、今のところ、まあ、今のところはですね。うん、いわゆる病原性とか感染性という意味で、大きな変化は。 ないんですね。したがって、これからあのどうなるかということはウイルスの要素じゃなくて人間側社会側の要素が極めて重要。我々がどう行動しどうまあ対応していくかということにかかっていると言っても私は過言ではないと思います。そういう中で先生のご質問、これどうなるかということは、私は今あの新規の感染者についてはですね、まあ重症者の人はまだいるんで予断。 あの警戒はこれからも続けていく必要がありますが新規の感染者は少しずつ下がっているでここでこのままもう少し下がってくれることをもちろんみんな願っていると思いますけど一つまあ注意しなくちゃいけないのはこれはもう先生方ご承知のようにこの感染症は新型い,あのいわゆるインフルエンザと違ってクラスターを介してどんどんとかいあの拡大感染がしてますので。 こ,のこれからもまた今いい方向には来てるんですけれどまたいわゆる大人数でお酒を飲む3密をするううそういう我々が毎回そのことが起きるとまたぞろ起きる可能性はあるでそこを十分みんながですねあの社会のみんなが協力するとそういうことが防げてもう少しまあこれはだから努力次第というか我々の社会の人々の行動 それからまあいろんな対策によって、どうこうで、このいわゆるどうなるかというふうに占うようなことはできないんで、これはわれわれの社会の意思にかかっていると私は思っています石橋道博君。ありがとうございます。あの私たたち国民全体みんなの努力にもかかっていいるというご説明でした、えっと 脇田参考人にお伺いするのがいいのか、これも尾身参考人の方がいいのか、あの一応、脇田参考人に、えーまあ、先ほど来から季節性インフルエンザの、まあ、時期が、えーまあ、早ければ10月、まあ、11月前後からやってくると、まあ、それに備えたさまざまな対応ということで、今回のパッケージも提案されていると理解しますが、やはりこれ、改めて、今、こうして今、あの 尾身、えー、参考人からもありました、今は大体いい,かい,い,い,い傾向で減ってきてはいるけれども、まあ、変異があるかもしれない、そしてまた冬場になれば、またぞろ第3波がやってくるのではないかという心配懸念も持たれている、私たちはどういうふうに理解をしていけばいいでしょうか、やはり冬場になれば、この新型コロナも季節性インフルの拡大とともに、えー、もう1回の第3波、これが来るという備えをやはりしておくべきだと。 いうことで今回のパッケージもあるのかどうかその辺まあ今分かっていることわからないことあると思いますが現時点での専門家の皆さんのお見立てを教えていただければと思います。秋田参考人。はいあのお答えいたします。まあ第三波がどうなるかとまあそういったような趣旨のご質問だと思うんですけれども、まあ、今回のあのまあ。えー と、6月、7月からの感染拡大ですね。まあ、それはあの分析することが非常に重要だと考えています。で、あの緊急事態宣言で、あのまあ4月、3月、4月の流行拡大が一旦下方向,方向に行き、それでまああのかなり収まったわけです。けれども、やはりそこであの潜在化をして、それであのまあくすぶっていたというか。あのまあウイルスが一部の地域で。 あの夜の街と我々言ってますけども、あの接待を伴う飲食店ですね。まあ、そういったところで、多分あの感染がつながっていて、それがあ6月、7月と徐々に顕在化して、今回の流行拡大になったということです。で、そういった地域にいかにして、我々が早く対応できるかというところに、次のあの感染拡大をいかにして抑えていくかということが。 多分かかっているんだろうと思いますですから、そういったところでの,あの、まあ、集中的な、まあ、例えば検査であったり、それから保健所の機能の投入と、だから検査をやるだけではあの感染は収まりませんから、その検査で陽性になった人をいち早く捉えて、その人たちをあの、まあ、入院させる、あるいは、えっと、自宅療養、あるいはあの宿泊療養ですね、まあ、そういったところに送るということをいかにあの、まあ、効率よくできるかというところにかかっていると思いますので、まあ、そういうことができる。 できれば、その次の波はある程度抑えられるというふうに考えています石橋君、はい。ありがとうございます。その意味で、今回の対策パッケージで、えーまあ、公表されました、えー、抜本的な検査体制の拡充がやはり重要なんだということなんだと思います。そ,そこであの、その点について、先ほど山田委員とのやり取りにもございました、資料の3で、えー、私の方で厚労省からヒアリングもさせていただいて、 まあこういうことだということで、資料として、表としてまとめたものを皆さんにも共有をさせていただいております。あのまあ総理が言われたときに、私、20万件への拡充、これは PCR 検査も抜本拡充なんだろうと思っておりましたら、そうではなくて、これはあくまで抗原キットによるこの検査を現状から20万件へ拡充するんだということだということのようです。 えと加藤大臣、まず確認させてください、先ほどもありましたけれども、現状で抗原キット2.6万件1社目、えー、2社目、聞いてもね、分からないっていうんですよ、8月11日に承認されていながら、いまだに、じゃあ2社目も含めて、何件のキットが現状、市場に供給されて、1日当たり使用できるようになっているのか、分からないというのは一体どういうことなんでしょうか、分からないのにどうやって20万件まで増えると約束はできるんでしょう。加藤大臣この点 お聞かせください加藤,加藤厚生労働大臣。あの具体的に今、2社、あのこういう名称も2社、まあ、こっちは申し上げませんけど、A 社、B 社と言わせていただきます。で、A 社はかなり早い段階から出ておりました。で、B 社についても、同社のホームページでは1日10万検査分の生産体制という供給能力を、をこれちょっと持っているのか、目指しているのか、ちょっと分かりませんが、ああそういう記載。 とということでありますで私どももあのこれまでも幾度となく、両者等含めてです、ねえー、お話をさせていただいて、そして、えー、ここで申し上げている1日20万件について、まあ、年間大体2000万件ぐらい、まあ、ある。 インフルエンザの可能性があるということで、検査に来られる方がいるだろう、まあそれを前提に診療日が約100日ぐらいということで、平均すると20万と、と、まあ、これ、機械的に出しているわけでありますけれども、まあ、その数字を目途に、そうした会社と当たり、そしてさらには輸入という手もありますんで、輸入も今、お願いをして、その少なくとも20万件、それ以上を目指して、今、調整をさせていただいていると、こういうことであります。石橋道君 えと厚生労働省に確認しても、その辺全然説明してくれないんです、分からないと。2社目の今の供給体制も分からないと。10万件というのはホームページにそこを目指しますと書いてあるだけです。まあ、分かんないんです。にもかかわらず、今回20万件、総理がああいう形で公表された。大臣、季節性インフルの地図に合わせて、それは確実に確保できるメドを立ってるんですね。立った上での総理の20万件なんですね。それとも だまおおい,い手だてするから、でも間に合わないことがあるかもしれない、そういう意味の、なんか,か確たるあれがないお約束ですか労働大臣いやこれ、それぞれの社との,そのやり取りについて、具体的に申し上げることはなかなか先方との関係もあってできないということで。 あの説明が、ね、委員から見たら不十分というふうに見られていると思いますが、ただそこはわれわれも各社の姿勢、それから対応、その感触を取りながら、ですねこの数字を上げさせていただいているということであります石橋道博君。まあ先ほど、インフルのワクチンの,あのついてもお、なかなか10月ぐらい始まっても、なかなか現場には供給されないと、まあ、あのお話が参考人からもございました。そういうい意味では もう1か月、2か月しかないわけでありまして、その準備も含めて、これ、国民の皆さんに相方い形で総理が会見で言われたわけですから、確実にそれが供給するんだ、されるんだと。 いうことは、責任を持って、これ、周知も含めて、早急に対応いただかなきゃいけないと思います。その上で、今言われたとおり、20万件の根拠は、この資料さんの下のところに書いてある、こういうイメージとのことです。先ほど、尾崎参考人にも触れていただきましたが、要はインフルと同時検査をするんだと、つまり現場の病院、診療所、クリニック、そういったところも含めて、 インフルをまず検査をされて、そして陰性の場合には、コロナの簡易キットを使った検査もして、そしてまあ判定をしていただくんだということでした、あの尾崎参考人にももう一度確認をさせていただきたいんですが、すでに金曜日にだ総理が会見されてから、えー、一部、現場のお医者さん、クリニックのお医者さん、診療所のお医者さんから、心配の声が上がっております。さっっきちょっとあの委員もも触れられらたんですけども なかなかやっぱり、小規模の医院とか診療所では、入り口からの動線の分離は難しい、時間差って言われてもそんな簡単にできるものではないとか、もしコロナの感染者、陽性者であればということで、防護服、シールド、さまざまな、それをじゃ個々のお患者さんごとに変えるのか、そんなことできるんだろうかということ、もしコロナの陽性者という判定が出れば、 PCR の検査もやらなければいけないのか、そうすると、診療自体が止まってしまうのではないか、診療が止まってしまったら、これまた収入にも当然影響が出るわけで、そこまで果たしてすべての医院、診療所、クリニックでインフルとの同時検査ができるんだろうかという声が上がっていると理解をしております。先ほどのの具体的な提案もされれまましししたたがあの一会長とてて東京して東京京都状況そこ全国で 地方の小さな診療所クリニックも含めて、これ本当にできるんでしょうか、やるとすれば、何が国の支援として必要なんでしょうか、防護服の供給だとか、先ほどの経営支援、万が一の診療がストップした場合の経営補填も含めて、責任を持って国がやるんだということが必要なのではないかと思いますが、尾崎参考人、ご意見いただければと思います。尾崎参考人 お答えいたしますまずその、インフルエンザとです、ね、コロナを同時にということなんですが、えー、大人の要するにです、ね、内科系の診療所と、またその小児科の診療所では、対応が私は現実的には変わると思います。というのは、小児科ではです、ね、元来、備員等の植ぐつきとかそういうことで、えー、必ずしもインフルエンザ、 だけでではなくてですね例えばいろんな溶錬菌とか他のウイルスとかいろんな検査もした上であのどういうお熱の原因が何かというのをそういう従来調べてきたわけですね。ですからやはりそこにコロナが加わってきたということで,でお子さんの場合は、まあ、もちろんコロナにかかる方いらっしゃると思いますが他のその従来あったいろんなお熱を出す病気の方が 場合によっては命にかかるということもありますし、ですから対応的には、私どもは内科系の診療所と、それからそういう小児科の診療所は、やはりそういう意味で対応を分けて考えていこうというふうに思っています。それからあの皆さん、そうですけれども、とてもうちでは見れないというところは、もちろんあると思います。 ただ、先ほど申し上げたように、大液の PCR、大体1400箇所ぐらいは確保してきておりますので、そこの診療所を中心に、ですな、ね、んとかやっていただきたいと思っているところです。でどうしても動線を分からないとか、いろんなところは、ですねむしろ話をきちっと聞いていただいて、そしてできるところにご紹介いただくと、で第1波の時にあったような、うちは発熱は見ないと。 もう最初からそのうちは見ません、電話が来ても見ませんという形の、そういった対応は、ですねやはり地域のかかりつけ医として、それは私はよろしくないんではないかと思いますので、自分のところでできない、それはそれで結構なので、必ず他につないでいただくということを徹底してやっていただきたいと思います。それから抗原検査につきましては この3番目に定量検査というのがございますが、この定量検査はかなり精度が高くて、時期を選べばです、ね、PCR 検査に、まあ、あの勝るとも劣らないというふうに考えられておりまして、現実的にいろんな空港とか、そういうところでもこれ使われております。 しかしながら、この抗原のキットというのは、定性検査でございますので、なかなかそういった意味で、PCR に比べて精度がさらに悪いではないかということと、えー、じゃあ、唾液でできるかというと、これはなかなか現状、今の段階では、ビントウ拭い液とか、そういったものでないとできないということがありますので、やはりそうすると、診療所にとってはかなりハードルが高い。 ですから私の方としては、あの唾液の方うで,です、ね、PCR、コロナについては唾液で行うそれからインフルエンザについては、きちっとそういう防護ができて、取れる方はやっていただきますが、もし無理な方は、例えば、昨日からもういきなり高熱が出たと、そして全身がだるい、筋肉痛があるというと、そういう発症の仕方は、 コロナではなかなかしないと思いますので、そういった臨床診断をもとに、えー、ある程度、インフルエンザの薬を使って、ですねそして改善しない場合については、PCR を行うという形もあるんではないかと、つまり同時にやると、両方の検査キットが必要になるわけですけれども、なかなかその今のレベルで、じゃあ、唾液の PCR が、インフルエンザと同じような、あの今のインフルエンザの簡易キットと同じような形で、 何件もできるかというと、なかなかできないと思いますので、まずインフルエンザを否定して、そしてその上で熱がついたり、あの症状が良くならないケースについては、唾液の PCR を行うと、そういうようなことを今、考えているところです。あと、全国的には、やはりその今、PCR をなかなか、日本医師会の中川会長もおっしゃってますが、東京の場合は集合契約といって、 医師会がまとめてくれれば、そこと契約すれば、すべて、例えば医師会の下に100人の希望者がいたら、100人全部 OK ですよという形で認めていただいているんですが、なかなか地方ですと、あの一件一件その申請して、かなり厳しい条件があって、クリアされないみたいなことも聞いておりますので、まあ、そういった意味ではあの、日本医師会からの要望も厚労省のように伝わっていると思いますが。 なるべくそのやりたいという希望があるクリニックについては、代金の PCR についてもです、ね、その認可要件というか、そういうのをあのもうちょっとです、ね、あの簡略にしていただけるとありがたいと、そうすれば全国の方でもある程度広がっていくんではないかと、そういうふうに考えております石橋君。 大変貴重なあのご意見、ご提言、ありがとうございます。加藤大臣、今の尾崎参考人のご発言、ご意見、ご提言、聞いていただいたと思いますが、今回の20万件、この季節性インフルとの同時検査ということを含めて、今の尾崎参考人のようなさまざまな要素、要因、えー、対策の必要性を含めて、すでに検討されて、準備をされていくんだと。つまりはすべてのクリニックでなかなか対応はできない。 でもそういうところは、事前に振り分けもいただいて、責任を持ってつないでいただく、でもじゃあ、地域で必要な検査が、それでちゃんと同時検査取れるのかどうかも含めて、重ねて言います、もう1か月ちょっとの話です、それをこれから進めていく、そのことも含めて、責任を持ってやっていただけるんでしょうか、対策取れるんでしょうか。加藤厚生労働大臣 今、東京都の尾崎会長からもございました、若干ちょっとその簡易,、PC、簡易検査についての考え方については、若干ちょっと異なるところがあるように思いましたが、それはちょっとこっち置いといてです、ね、トータルとしてもうすでに、この インフルエンザの季節性インフルエンザ流行期に向けてですね対応を取らなきゃいけないというのは、これ、みんなの共通認識でありまして、特に現場にあります医師会とは相当今、議論をさせていただいております。で、その中で今、検査の話だけではなくて、これまで、ここでもいろいろご議論がありましたけれども、新型コロナウイルス感染症の疑いのある場合には、基本は相談支援センターに行って、それからセンターに行って、こういう流れ、 これはとてもじゃないけど今回対応できないというふうに我々考えています。ですからそこも含めてですね、えー、検査体制だけではなく、て医療の受け止め方含めて今医師会とよく相談をして、そして確かに医師会の現場の方においては診療科目ごとにもちろん違います。それからやっぱりそれぞれの専門性もありますから。 さっっきお話ががあったように全てが受けけれるわけでもないいと思いますですからその場合には必ずどなたか,かに紹介をしていただくという、要するにどこかで必ず受けれるという、そんなことも含めて今、議論をさせていただいておりますので、そこは責任を持って対応していきたいと思ってお、はい、責任を持って対応いただけるということでした。あの今一度 仮に協力をいただく、協力をいただいたところが、さまざまな対策を講じていただきながらも対応いただく、しかし、やはり何らか陽性者が発生をした、それによって診療が止まって、そして経営にも影響が出る、そういうことが起こりうると思います、その場合には補填も含めて、責任を持ってやる、それも検討の今、最後に言っていただいた大臣、しっかり国がやりますという中に含まれているということでよろしいでしょうか。加藤厚生労働大臣 まず1つは、当然、検査等を実施しますと感染するリスクがあります。従って、マスク等の個人防護具が確保できるよう、国から必要量を確保して、ですねこれは無償で配布するように今、調整をさせていただいております。それから実際、その先ほど、動線を分ける等々のお話がありました。そうすると、昼は例えば発熱だけにすると設定しても、今回の,その後半のように、ですねあまり来ないということもありうるわけですね。ですから、そういったことも含めて、こうした体制を引くための、 支援、それは当然、財政的な支援、当然含まれますけれども、それについても今、中で検討させていただいております石橋道博君。検討しているというのは、安心してくださいと、検討してしっかり手を打ちますということですね、大臣。加藤厚生労働大臣。あのそういう支援も含めて、現場の医療機関の皆さん方が、いろんな意味で。 安心してですね対応していただけるようそしてそれが国民の皆さんの安心につながっていけるように、努力をしていきたいと思います石橋道博君。早急に財政的なものも含めて、しっかり国が全面的に支援するんだと、現場で本当に安心して準備をいただいて、対応いただけるように、そのことを重ねてお願いしておきます。えっと、関連するので、えー、感染症法、先ほどこれも山田委員とのやり取りにもありました。 あの資料の4、これもあの専門家の皆さんの会議体でも配られる、これを見ていただくのが一番分かる、先ほど加藤大臣がご説明された、今の指定感染、新型コロナの場合、政令でさまざま一つ一つの施策について、規定をして対応しているということです。で、この一つ一つについて、その見直しをしながら、残すのか、緩和するのか、うんぬんかんぬん、それをまあ決めていくんだと。 いうのが先ほどの答弁がこれに沿った話なんだと思いますが、あの重ねてとすると、先ほど山田委員からもありましたけれども、早急に判断いただかないと、インフルの対応としては、重ねてもう1ヶ月半しかありません、そういう意味で、9月中、もしくは10月の上旬頃までには、何らかのもう判断をして、事前の周知期間、準備期間を含めて必要だと思いますので、早々にこれは判断が出るんだということで、大臣、よろしいでしょうか。 厚生労働大臣あのスケジュール感全くいいと私は一緒だと思っておりますで。そうしたことで、昨日、アドバイザリーボードの中で,です、ね、ワーキンググループを作っていただいて、あこ,あのまあ、ここはちょっと有識者の皆さんに少し無理をお願いしながらです、ね、検討を早急にしていただき、そしてそれを踏まえて我々対応していきたいと考えています石橋一郎君。はいぜひ準備期間、周知期間を含めて、早々の対応をお願いしたいあの、公表をお願いしたいと思います。あの パッケージの中でもう一点だけ確認していきたいと思います。あの重症化リスクの高い方がおられる高齢者施設や病院等の職員の皆さんへの定期的な一斉検査を行うという方針も併せて打ち出されました。これ、私たち共同会派でもかねてからエッセンシャルサービスの従業員、労働者の皆さんには、やはり無償で定期的な検査を受けて安心してサービス提供いただく、もしくはサービスを受けていただく、そういった対応が必要だと。 いう提案を政府・与党連絡会議でもさせていただいてまいりました。その意味で、えー、これによって一歩前進かなという受け止めもあるわけですが、一例として教えてください、コール大臣。例えばご存じのとおり、世田谷ではすでに世田谷方式として、えー、こういった方々に対する定期的な、ま,あ、まずは第一ラウンド、2万3000人の皆さんに PCR 検査を実施していくという、えー、取り組みをスタートされております。このの世田谷のような取り組みは 今回の発表された政府の方針によって、国が財政的にも措置する、支援する、支援できるんだという理解でよろしいでしょうか。加藤厚生労働大臣 あの私どもの検査の考え方は従前から必要な方にしっかり検査をしていく、この場合には医療上の必要性と、それから感染拡大の必要性と、そういうことから進めていくということであります。で、今、委員のご指摘は、まさに高齢者施設等に感染が拡大すると、中におられる方が重症化するということで、そこに至らないために、これまでは感染が中にあった場合には徹底的にやるだけではなくて、地域等で,です、ね、そうした状況があれば、その中に感染者がいなくても、積極的に検査を行うことが重要ということをお願い お願いをしてきたところであります、まあ、さらに今般、感染者数が多数発生している地域などでは、その期間、症状がない方も含めて、医療機関や高齢者施設に勤務する方、入院・入所者を対象に、いわば一斉定期的な検査の実施という形で、都道府県に積極的な検査も改めてお願いをしているところであります。あの今回のの世世田谷で世田谷谷区区との関係ですが、まあ、世田谷区についてはそうした 感染の疑いがある有償者や濃厚接触者への PCR 検査に加え、まあ、社会的インフラを継続的に維持するために、介護事業者で働く職員、幼稚園、保育、幼 保育園園幼稚園で働く職員特業等の施設入所予定の方に対して PCR 検査を実施するということでございます。あのその対象の範囲については若干、あのずれがあるのかもしれませんが、例えば介護事業者で働く方とか、入所施設の予定されている方、これは当然今回先ほど申した一斉定期的な対象に含まれるということですから、当然、行政検査の対象になり得るというふうに考えています。石橋君。 そうすると、やはり今、大臣に説明いただいたまあ対象範囲がどうなるのか、それによって、例えば世田谷の場合であれば、対象に含まれる部分と、そうではない、独自に実質的にやっていただく部分とっていう話なのかなというふうに受け止めましたが、そうすると、やはり早急にその方針、 基準ガイドライン、示していただかなければいけないと思いますので、えー、これもあの早急にやっていただくようお願いをしておきたいと思います。その上で我々からもまた改めていろんな提案させていただければと思います。えー、っと時間の関係もありますので、えー、少しちょっと一つ先に行かせていただいて、えー、先ほど来からも、まあ、新型コロナ、経済への深刻な影響、そして雇用への、えー、影響ということで、 ここここに至っても、その影響のが続いております。えー、今日資料 5, で5、6のところで、雇用関連の前最近最新の公表された状況をお示しをしております。例えば、資料の6先に行きますと、ハローワーク集計の新型コロナ関連の解雇、雇い止め、残念ながら、9月1日時点でもう5万1千件、5万1000人と。 5万件を超えてししままいました重ねてハローワークでこれ、集計された分だけですから、おそらくは氷山の一角かそれ以下、もっと潜在的には解雇や問い止め、そして同様の、えー、大変厳しい状況にある労働者の方々がいると、えー、受け止めた方がいいと思います。それを裏一部裏付けているのが資料の5、えー、労働労力調査あ、最新のものが発表されましたけれども、7月、 やっぱり非正規雇用の皆さんに、これだけ大きな影響が出てる、対前年同月131万人減、5か月連続の減少ということで、改めて記事にもありますが、非正規雇用の皆さんが雇用の調整弁として、こういう時に、こういう時に最も深刻な影響を受けて、苦しんでおられることが、残念ながら露見してしまっていると。 いいう一つの調査だと思います重ねて大臣、派遣労働者の皆さんの件、3月からずっと大臣とこの予算委員会、行動委員会でやり取りして、大臣にも一定の対応はいただいておりますが、残念ながら、この記事にもありますとおり、派遣労働者の皆さん、16万人減、過去最大の減少、大臣の要請聞いてねえぞって書いてあります。大臣 改めてこの実態、状況、市議、成の皆さん、派遣切りの実態、これを真摯に受け止めていただければ、今までのようなやり方では手ぬるいのではないか、もっと実効的な対策を講じていただかないと、次、9月期3か月、3か月の周期9月末にやってきます、この1か月でさらなる派遣切りが起こります、絶対にそれを止めるのであれば。 8月28日のあれの通知ではだめです、もっと実効性のある厚労省理の対応、大臣、やっていただけないでしょうか、やるべきではないでしょうか、ここでぜひ、それを宣言してください。加藤厚生労働大臣。あの特に非正規雇用、特に先ほど今お話があった派遣の関係については、これまでなく減少しているということでございます。 あの私どももこの6月の契約更改期を含めて、ですね散々、何度も団体にも、あるいは各企業にも接触をしてまいりました。まあ、当初、団体からはですねそれほどでもないという,う話もあったんですが、開けてみたらこれだけ出てきた、これは真摯に私を受け止めなきゃいけない。で特にこの資料を見て、資料6にもそうなんですが、 これまであの宿泊、飲食、ク売サービスという、そうしたサービス関係だったのが、ここにきて製造業が非常に強くなってきているえ特に自動車ま産業等々ですね、そういったところが出てきている。 したがっているところに製造派遣というのは、ご承知のように事務派遣とまたちょっと違って、事務派遣はかなり大手が一定程度、支援を持っていると、製造派遣は割と小さいと、規模のところがたくさんやっておられる、こういう実態も含めて、先般も製造業派遣の方にもおいでをいただいて、いろいろ話をし、そしてこの9月、そして12月がまた契約公開期として一つの波になってまいりますから、それに向けて、まず実態をお聞きをし、そして それに対する対応として、これまでの,あの、えっと、雇,用雇用措置等をしっかりやってほしいということは、これ、当然の前提とした上えで、公聴金を一層活用するとかですね、そういった措置、それから場合によって、仮に雇い止めになったときには、住宅を失う場合も中にはありますから、それに対する対応、まあ、これについても重ねてお願いをさせていただいているところでございますんで、先ほど申し上げた個々の派遣事業者が小さいということもよく踏まえながら、です、ねまあ、もちろん、 派遣,派遣先、これは経済団体ですから、それに対して改めてお願いをするとともに、そうした個々の状況について、労働局等か通じてです、ね、また改めて、接触をし、状況を聞き、必要なら指導していく、こういったきめ細かい対応をしていきたいと思っています石橋道博君あの。残念ながら、これまでのレベルの要請ベース、お願いします、残念ながら大臣、効果上げてない。 でこの間、厚労委員会でもやりました、えー、名前、特出しして、一部大手の派遣事業者が、大臣の要請なんか知らないよと、えー、そんな聞いてないと、まあ、聞いてて嘘ついてるのか分かりませんが、堂々と、えー、特に登録型派遣の皆さん、もう契約なんかしないし、給料なんか払わないし、知らないよって言って放り出してる。だからこれ、許していたら、大臣、口だけだってことになっちゃいますから、重ねて、今、われわれも情報提供、個別にさせていただいてますので、 もうダメなところは指導してください、であの言い方悪いです、見せしめじゃないけれども、やっぱり真面目にやっていただいているところが、ね、報われないとおかしいですよね、だから真面目にやらないところについては、徹底的に指導して、企業名公表も含めて、厚生労働省大臣、本気でやってるんだということをぜひ見せてください。重ねて我々もあもフォローしていきたいと思います。大臣そこはぜひあの 協力しますんでよろしく対応のほどお願いします。えっと、進みますが、その中で重ねて、えー、まあ7月からあまあ法改正6月にして、えー、休業手当が支払われずに、ずっと休業状態に置かれていた労働者の皆さんに対する休業者支援金、給付金、これがスタートいたしました、資料の7に、最新の申請支給状況、 え厚労省から出していただいたものをえ配布をさせていただいておりますが、私たちにとっては、甚だスロースタートだと言わざるを得ないと思いますし、残念ながらこれ、大臣、ちょっとえ認定率、今約4割、単純計算すればですね、当初、なんとか2週間で支給をということで、大臣、言われたと思いますが、それ実現されているのかどうか、さらには、 1>, 1人当たりの月当たりの支給額、平均、こんだけしかないんですね。いや、休業状態に置かれていて、4月、5月、6月ずっと、そして1か月当たりの支給額がまあ平均でこれだということは、過半数の皆さんはこれ以下しか手当ていただけてないとなると、果たして本当に苦しんでおられる方々が、これでどうなんだろうかということもう考えざるを得ませんが、大臣、まず、 現状について、これ、本当に休業手当、支給されるべき方々に支給されている、申請をいただけている、そして支給が2週間メドに順調にいっている、どうなんでしょうか加藤厚生労働大臣。あのまさにこれ、個別給付金です,ですから、本体には雇用調整助成金があります。 でこれ、一定程度、今すでに申請があり、支給がなされてきた、確かこれ、次のページにございますから、だからどっちに出てくるかっていうのは、必ずしも我々よく見えないところがありますで。本来だったら雇用調整助成金で出,て出していただくということが、やはり企業が主体的に休業しです、ね、それに対する休業手当を払うという意味においては、あるべき姿なんだろうと、ただ、中小企業等でなかなかそれができないということを踏まえて、この個別支給金を作らせていただいた、まあ、こういう経緯の中で、 まこの数字自体をどう見ていくかっていうのは、先ほど申し上げた補聴金の方も含めて分析をしなければならないんで、今、確定的なことは申し上げませんが、ただここにきて数字見ていただいているように、申請件数が週ごとにどんどん増えてきているということであります。それに向けて 実はまだ支給をそれを処理するスピードが足りてない、当初からも相当私も同じ認識を持って申し上げて、これは何回も何回も今、お願いし、上がってはいるんですけど、それ以上に今、上がってるんで、これはもっと倍化して、このままだと3週間以上、この累積比較していただくと、3週間以上、そのまんまなってるということでありますから。あの 2週間というのは、補助金の方を申し上げたんで、個人でしたらもっと早く出す必要があると思いますから、それに向けて、さらに体制強化をさせていただきたいと思います。ただ、1人当たりの支給決定額、これはどうちょっと評価していいのか、これは少し分析をしないと、ちょっと分かりませんので、そこは分析をさせていただきたいと思います石橋道弘君。補助金との関係って大臣、言われますが、そもそもこれは3月、4月、特例が始まってからも4月1日以降、大企業でも、 残念ながら休業手当を払わない、特に非正規雇用の皆さん、さっき派遣労働者の皆さんの話もしましたが、大企業が責任を果たしてないわけです。大手でも休業手当を払わない、堂々と要、非正規の皆さんも別に休業手当払わなくていい、堂々と逃れている、だから労働者の皆さんが苦しんでおられるから、労働者の皆さんが申請によって受け取れる、なんとかしよう。 みなし失業やろうじゃないか、いや、みなし失業できないからこれをやろうと言って、政府はやられた、しかし、皆さん、中堅大企業は,は最初から対象外にしたわけです。僕らは絶対だめだと、大企業が休業手当を払ってない中で、多くの大企業に雇用されている非正規雇用の皆さん、派遣の皆さんが、そもそもこの制度から除外されてるんです。 じゃあ大臣これ始まってから大企業は、あ慌てて休業手当払い始めたんですか派遣の皆さんに今まで払ってなかった休業手当払い始めたんですかそれ、把握してるんですかはなかなそんなこと聞いたことないです。いまだに払ってないところは払ってません。でも休業手当ももらえないんです、休業給付金も。大臣、これは深刻な制度的な欠陥です。それが今もう明らかになったわけですから、これも早急に。 この制度ではだめだ、改善しよう、改善しようじゃないですか、やっぱりすべての、えー、休業手当が払われずに、無給の休業状態に置かれている、生活、本当に苦しんでおられる、そういった方々に大企業に勤めていようが、中小企業に勤めていようが、労働者の暮らしは暮らしです、それを守る、制度改善しようじゃありませんか、大臣、いかがですか。加藤厚生労働大臣 これはの先ほど申し上げましたけど、基本は雇用調整助成金ということで、いや、制度設計がそうされているわけであります。で、それにおいて、中小企業においては苦しい状況に置かれているという、これまでも中小企業に対してさまざまな対策が取られているわけでありますけれども、そうした一環として、今回の個別給付を設けさせていただいたわけでありますので、大企業に対しては引き続き、今般の雇用調整助成金、しかも大企業も特例措置を作っておるわけでありますから。 それを最大限活用して、休業手当を支払いいただけるように、そしてその支払う対象においてはです、ね、休業期間中に賃金を受けられない労働者であればです、ね、かつ雇用計画があることが前提で、事業主の命により休業するということでありますけれども、雇用形態にかかわらず対象になるということ、このことをしっかりと我々も引き続きです、ね経済、それぞれの経済団体等を通じて、各企業にです、ね、しっかり徹底させていただきたいと思います。石橋君 それでは全然、支援が届いていないからだめだと申し上げてるのに、相変わらず、いや、それで今まで通りでいいんだと、よくないからこれだけの問題が起こってるんじゃないですか。真摯に向き合ってください、現状に。大臣そ、あの厚労省にね、それじゃあ、どこまで把握してるのかって聞いても、把握でき,できてないんですよ。じゃ 雇調金が重ねて、6月、7月以降、第9で払ってなかったところが申請し始めた、どれぐらいあるんですか、分かりません、それは把握できてない、分かりません、休業手当の今回の申請において、事業主が協力してくれないままに申請した件数が何件あるんですか、分かりません、集計してません、対策打てないじゃないですか、そんなことじゃ。それでいて苦しんでるのは労働者ですよ、そのことにぜひ政府・与党として向き合ってくださいよ。 このことはあの重ねてお願いをし、我々は早急に、だからこそ臨時国会を開会して、そしてこれを真摯に与野党を挙げて議論して、穴を塞いでいきましょうよ、そのことを申し上げておきます。誤聴金も触れられました、8ページにつけておりますが、あのようやく誤聴金の、まあ、延長、年末までされましたけれども、ただ、わざわざそこに、まあ、年末まで特例延ばすけれども、その後は分かんないよと。 その後は、今以上に雇用情勢が悪化しなかったら、まあまあ、縮減していくよというのをわざわざつけておられますね。これ、縮減するんですか、大臣。それも一律に縮減する、何らかの方向性決めてるんでしょうか。私たちは、今、大企業でも残念ながら倒産が出てきています。大企業でも必死に今、踏ん張って雇用を維持していただいている。しかし、もう議論ありますが、業界分野においては、 引き続き続続大変厳しいいい状況が続いています徐々に回復しているところもあれば、今後もおそらく厳しい状況が続いていくところもあるんだと思います。それを一律に、じゃあ、補助率を見直すとか、縮減してしまったら、今、踏ん張っていただいているところはバタバタ倒れますよ、むしろそれをしっかり見極めて、対前年比、やっぱり企業収益が大きく減しているところは、大企業、中堅企業でも、やっぱり一定の補助をむしろ拡充していく。 そういう対応が必要なのではないでしょうか、大臣、補長金、そういった観点の拡充をぜひ議論すべきだと思いますが、いかがですか。 あのこれ、先ほどの議論があったように、ですね感染症の防止を図りながら、経済社会活動をどう戻していくのか、そして本来、そうした姿にしていく中で、ですね逆に言えば誇張金とか、さまざまな措置がなくても、経済が回っていく状況にしていく、これが今、私たちが目指していく方向であります。でですからここでやっているよりそうそした 特段の事情がなければ、そういった方向にことを動かしていき、そして当然そうなっていけばです、ね、さまざまな措置もそれに合わせて見直しをしていくで、雇用調整助成金には一方で、それがあるゆえにです、ね、例えば次,次の構造が変化したことに対する、労働移動に対してさまざまな課題があるのではないか、こういう指摘も受けているわけでありますから。 そういったことも踏まえながらですね、先行き見ていく必要があるということを申し上げているだけであって、今の段階で、じゃあ年末終わった後どうするかということについて、具体的に。あの 申し上げる状況ではなくて、やっぱりその時の状況を踏まえて対応していく必要があると思います。で、他方で、皆さんがそずっと言った、例えばイギリスはどうされましたかと、ここに来てずっと国費負担率を下げているわけですね、この状況の中で、しかし私たちは現状を見て、それはすべきではない、特例措置はそのまま延長すべきだ、こういう判断をさせていただいたということであります石橋君いや。今の大臣答弁でいけば、あの,あの文書だけ見るとね、縮減しますというふうに書いてあるように読める。そこではなくて 先ほどの指定感染症の見直しと同じく、それぞれにおいて、それぞれの分野、それぞれの影響の度合いも見極めながら、メリハリをつける、それを検討するのは、我々もそれは駄目だと言いません、しかしやっぱり引き続き苦しいところについては、しっかりと中堅大企業も、やっぱり雇用を支えて頑張っていただけるような雇用調整助成金が大事だとおっしゃるのであれば、そういう見直しをすべきだというふうに申し上げているので。 大臣の今の答弁からいけば、そういうことだと思いは合っていると理解しますので、その方向でぜひ、あの今後の検討を年末に向けていただきたいということをお願いしておきたいと思います、一言ありますか。加藤厚生労働大臣 まあ、合ってるか合ってないかはです、ね、まさにこ年末に向けて、次どうするかというときの議論につながっていくんだろうと思いますが、いずれにしても雇用情勢や経済情勢、これをしっかり見極めながらです、ね、考えていく、そしてここで申し上げているように、しかもやるときにいっぺんに元の元にドーンと戻るほど、経済とか戻るとは私ども思っていません、当然じゅ、じわじわじわと戻っていけば、それに応じた対応で戻していくということは、これ、当然なんだろうと思っております。 石橋道弘君はいぜひ我々もあもその議論、しっかりあのさせていただきたいと思います。えー、っと時間なくなってきましたが、あの雇用保険特別会計についてだ、1点だけ大臣あの、資料の9、これも先日の厚労委員会でも少し議論させていただきましたが、改めて多くの皆さんもご存じのとおり、えー、これだけさまざまな対策施策で、多くのやはり雇用を支え、そして生活を支えるさまざまな対策を打っていただいている、まあ、だからこそ、 え雇用保険会計が悪化をしてきてきいますあの残高積立金もえ徐々にえ二次補正後でも少なくなっておりまして、特に雇用保険に次業については、5000億円、失業等給付の会計から借り入れて、なんとか残高を維持しているという、もうこういう状況です。今後のことを考えれば、やはり大臣、もう国庫からさらなる追加、積み増ししないと、安心して今後の施策の継続ができないんじゃないでしょうか。これも早急に これ、えーとー、国会審議が必要な話ですので、臨時国会やっていただいて、このお国庫の積み増し、やるべきだと思いますが、大臣、いかがですか加藤厚生労働大臣あの雇用保険のです、ねまあ、失業等給付関係と、雇用保険二事業ありますけれども、それぞれについて。 財政面を含めて安定的な上が図りを努力していく、これは当然のことだと思います。まあ、そういった意味で、先般雇用保険臨時特例法、これ、もお認めいただきまして、えー、雇用保険の安定的な財政保険のための措置が講じれる、例えば先ほどお話があった5000億の借り入れ等々ができるようになっております。まあ、現時点で,です、ね、あの今、今年度の状況を見る限りは、直ちに財政不足が生じる状況ではないと考えていますが、ただ、 今後の雇用情勢の動向や、あるいは収支、要するに出るだけじゃなくて、保険料収入もいろいろ今、動きがあります、まあ、それをしっかり注視してです、ね、適切な財政運営、先ほど申し上げた財政運営がしっかりできるように、努力をしていかなければならないというふうに考えています石橋道博君。ぜひ、後手後手にならないように、前倒しでさまざまな政策を安心して打っていただけるように対応いただきたい。えー、と時間があ,のありませんので、すみません、飛ばして最後、今日文科副大臣来ていただいておりますので、 えこれ、私たちもこの間、大学生と多くお話をする機会、大学1年生、一度も大学に行っていないと、クラスメートと一度も会ってないと、誰とも交わりがないと、勉強の問題もそうですが、社会的な大学の役割、考えれば、引き続き少なからぬ大学が対面やってないということも含めて考えれば、これ、喫緊に対応いただかないと、本当に子どもたちの将来学び、社会性、 できないと思いますが、文科省最後に今後どうするのか方針お聞かせをいただいて終わりにしたいと思います。亀岡文部科学副大臣。はい、えー、今ですね、石橋質問のとおりですね、我々もしっかりと同じ問題も問題も提供しております。で、今ですね、大学の教育においては教員や学生同士の交流の貴重な要素であることからですね、文部科学省としては各大学における後期授業の開始にあたっては。 感染を防止するための対策を十分講じた上で可能なものについては、対面による事業の実施を積極的に検討していただくよう要請しております、実は昨日もですも、ね、私ども視察に行きまして、大学に直接私もです、ね、対面授業の実施を検討するようお願いをしてまいりました、これからですね、一番大切なこれからの後期の授業に関しては、必ずです、ね、十分な対策を講じた上で、対面授業を重要視して実行していくということの実施に。 もう一回ちょっともしっかり指導していきたいと思います。はい、しっかりやっていただくことをお願いして質問を終わりにしたいと思います。ありがとうございました。伊藤。